メッセージをここに表示されます。メッセージがここに表示されますので、なんかだんだんダラダラ出てきて、目線はどれ辺に泳いでるの？そのカメラを見てみて、あ、そう見るわけですね。はい、そのカメラを見てみると思います。夢のミステリー、ちょっと見てみると、感謝の時間でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ご縁に感謝、ご縁に感謝、ご縁に感謝、ありがとうございます。ご縁に感謝、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね、ここにも出てると思いますけどもですね、富士宮の方からお客様をですね、紹介しております。富士宮のですね、浅間大社のすぐ近くにですね、焼きそばレストランね、ママンさん、はい、ママンさんを、営みながら、そして音楽の、デュオ活動をですね、されているですね、シュークリームのお二方に来ていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。というところありがとうございます。いえ、ありがとうございます。本当によろしくお願いいたします。まずはどうしましょうかね。今日ね、初めてお会いしたんですね。はい、初めまして。初めまして。すみません、よろしくお願いします。ハルさんのね、この番組にも2回出てくださったハルさんのご縁でですね、おつなぎいただいて、チャドさんも含めてですけどね、本当にね、ありがたいことでございます。ということで、まずはですね、今日のお品書きというかですね、お二人の写真がこんな感じでね、こんな感じでまず出てますね。お店の中でこんな感じで、ね、はい、歌ったり、はい、演奏なさったりとかされてらっしゃるということで、後でまた素敵な歌声をぜひお聞かせいただければと思いますのでね、皆さん楽しみにしていてくださいね。よろしくお願いします。ではですね、中身、ね、どんどんね、まず今日の一応大まかに言うとね、3つになってましてですね、1つ目が、お店と、ね、シュークリームのお二方の、プロフィール紹介というかの時間と、はい、その後、音楽活動のお話をしながら、オリジナル曲の演奏をお願いして、ご披露いただいてですね、はい、で最後ね、3つ目としては今後のイベント情報とか活動について抱負も含めてまたお話ししていただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まず、このシュークリームというですね、シュークリームの体大丈夫ですか？はい、シュークリーム、お名前はどうしてシュークリームになったでしょうか？はい、ですね変なこと聞いて食べ物から名前をつけるのが、手っ取り早くてですね、はい、僕がシューなんですけれども、シュー、こちらがクリームです。2人で、シュークリームを食べた時のとろけるような一体感を、歌いたいなと思いまして、シュークリームにしました。なるほど。でも先ほど のそれこそね、最初のご紹介文にもありますけども、はい、とろけるようなハーモニーを奏でて、後でお披露いただけるということで、私もとろけさせていただければと思っております、ね、楽しみでございますね。そうですね、まずじゃあお名前で、シュークリームさんとしての活動はどれくらいになるんですかね？
はい、ですね、もう5年ぐらいですか。うん、はい、長いだけなんですけど。基本にお店の中で歌わせてもらうみたいな感じ。あまりね、ライブはね。あまり活動はほとんどですね。自分職業柄左手が腱鞘炎とバネ指で、最近はほとんどシュークリームとしてはやっていないんですけれども、今日はこの日のために少し練習してます。ありがとうございますね。最近も私の世代でもですね、周りの方でギタリストの人なんかを聞くとですね、いやこんなに最近指動かなくてって聞いたらやっぱバネ指っていう言葉がね、フレーズが出てきました。そうですか。もういよいよそういうそれ以前の問題で私もね、そういう世代に我々もなってきてるなというふうにね感じているわけでございます。はい、そしてですね、もうお店の方が15周年おめでとうございます。ありがとうございます。開店15周年を迎えられるということで、何月頃ですか。11月にですね、15周年を迎えます。じゃああと今6月ですから、7、8、9、10、11、5ヶ月ぐらい。はい、なかなかこのコロナも乗り越えて、なんとかですね。大変だったかと思いますけども、やっぱりあれですか、デリバリーとかもされたんですか、もしくはなんていうんですか、お持ち帰りっていうんですか。そうですね、テイクアウトにちょっと力を入れました。はい、やっぱそうして皆さんね、乗り越えて来られてるんですよね。ありがとうございます。あ、コメントがもう早速入ってました。ありがとうございます。誰だろう。あ、タリスマンさん来てますよ。ありがとうございます。来た、ね、ありがとうございます。チャドさんとハルさんね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして RI さん、すごく素敵なネーミングですね。あ、 RI さんよくコメントくださる方ですけど、はい、シュークリームのお名前も多分気に入ってくださったと思います。ありがとうございます。はい、よかったですね。メッセージが早速入りまして、ありがとうございます、ね。はい、そして、それではですね、ちょっとずつ今日はね、はい、横向きのタイプの、なので、まあプロフィール紹介でもうね、今少しお話を伺ったんですけど、もうこちらのこれがあれですよね、お店の入り口のここに、ひらがなでまあまあみたいな、このひらがなでまあまあさんっていうお名前のことを聞いても大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、ですね、はい、実は僕がこの店をやる前に、はい、1週間だけ、前の女性のオーナーがいまして、はい、その方がですね、水道設備の会社をやりながら飲食店もやりたいっていう夢があって、でお母さんとしての料理を出したいということで、フランス語でお母さんのことをママンって呼ぶんですね。でママンっていう名前でまあ、お袋的な料理を出したいっていうことで、つけたネーミングです。で私はそのまま名前、いい名前だなと思いまして使わせてもらってます。うん、なるほど、納得でございます。あ、ひらがなですけど実はオフランスから、オフランスからね、来てるわけですね。はい、あ、素晴らしいですね。こうお袋の味的な感じのお店の、ね、うん、コンセプトですね。そうするとここにいきなりメニューがボーンと出てまいりました。はい、ね、こちらに、こちらが富士宮焼きそばですね。はいはい、焼きそば、そしてそば飯って言うんでしたっけ。そば飯、そば飯ですね。はい、これそば飯ですよね。でこちらが、あ、これが今話題のマリリン麺のマリリン麺の、これどんなお料理なんですかね。はい、これはですね、すごい真面目な料理で、はい、富士宮の素材を使った料理を作ってほしいというふうに役所とか依頼がありまして、はい、でミルクラーメンを作ったんですけれども、はい、富士宮の焼きそば麺と朝霧高原の牛乳と、あと自分が燻製作りをしているものですから、ベーコンを作ってですね、でミルクラーメンというところから、まあ、女性の豊かなちょっとですね、イメージをいただきたく、僕の好きなマリリン・モンロー、うん、マリリン・モンローが、牛乳風呂のバスタブに使ってるイメージのトッピングを作りました。なるほど、なるほど。それでこのマリリン・メンローという、そうですね、素敵なお名前がついたわけですね。でこれを出した頃にはですね、はい、テレビの取材が毎月のように入りまして、ずいぶんいろんな芸能人の方が食べに来てくださって、今はもうばったり来なくなりましたけど、ね、まあ、まだこれを機にですね、いろんな方にご覧いただいて、はいね、はい、今日見てる方ぜひですね、ママさんにお出かけいただいて、ね、こういろいろこうメニュー、あ、こちらにもね、マスの燻製ですよね、これね。そうですね。そしてオムライスと、うん、さらにはこちらですね、
これがまさにその燻製の、そうですね、燻製の、はい、卵と、はい、これ、はい、最初はですね、燻製だけの料理の店をやる予定だったんですけれども、はい、田舎だとそんなものを出してもなかなか食べに来てくれる人がいなくてですね、はい、で友達にあの焼きそば学会っていうのがありまして、その会長をやってた、もう亡くなってしまったんですが、渡辺秀彦君という人がいまして、どうせだったらその頃ちょうど B 級グルメのブームがありまして、焼きそばもやった方がいいよっていうふうに言われてで焼きそばを始めました。で焼きそばだけだとつまらないで、いろんなアレンジを作って、先ほどのマリリン麺炉もその焼きそばのアレンジの一つなんですけれども、で今は焼きそばレストランっていうふうに名乗らせてもらってますあ、そうします。その麺のお話ですけど、はいはい、富士宮の焼きそばってちょっと独特ですよね。そうですね、それがみんな生かされてるって感じですか。あ、そうです、はい、そうなんですね、私実は今日来る時にインスタグラムをね、ひろえさんのインスタグラムを拝見したんですけど、その中になんかイカスミみたいな、はい、あれも結局麺は焼きそばの、この富士宮の、そうです、はい、あ、そうなんですね、ますますなんかお腹空いてきちゃって食べたくなっちゃったんですけど、ぜひですね、もう皆様方もですね、今日ねこれご覧になっていただいた方はお運びいただいて、ね、ご相伴に預かっていただきたいなと思うわけでございますけどもですね、はい、その他にここに今日お写真にないものもあれですね、そうですね、お料理あるわけですね。最近お料理いっぱい増やしまして、はい、して皆さん悩んでて、ね、いい感じに悩んでるよね、選ぶの、はい、でいつもですね、常連のお客様ですね、メニューからほとんど選ばずに、壁にですね、裏メニューがありますっていうふうに書いておくと、今日の裏メニューは 何って聞いて今日は何やるのって聞かれるね、お出しすることがよくありますやっぱ裏メニューっていうキーワードがすごく、そうですね、なんかまたメッセージ入ってますね、タイミングよく拝見しまして、ますと書いてますよ。ありがとう。シュークリームさんの演奏楽しみです。クレシさん。あ、そうですね。クレシさん。そうですね。ありがとう。ふみさん、ありがとうございます。そうですね。この間南部町でご一緒させていただいて、とっても素晴らしい演奏を。もう彼女の焼きそばの歌。そうですね。焼きそばの歌作られた。そうです。そうそう、ジュ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 。その歌を作ってね、くださったってご覧になってました。ぜひ、そうそう、一応ね、出演の予定も入ってるんですよ。あ、そうですか。来月だった。その次だったか忘れました、8月だったかな、ちょっとまたねスケジュールちょっと先なんですけど、はい、その辺またね楽しみなんですけども、そしてまたもう一つ入ってますね、そこなんて書いてますかね、なかなか目が見えなくて、みんな私皆さん老眼、みんな老眼でこうなって、僕も見えないんです、そう、近くに出向いたら寄らせてくださいと言ってます、ありがとうございます、ありがとうございます、ぜひねお待ちしてます、お立ち寄りくださいませね、はい、ということでですね、せっかくね、今日はご披露いただけるね、準備をしてくださっているということなんですけども、やらずに終わっちゃうともったいないので、はい、そろそろよ いですか、ありがとうございます。お歌の お時間に行ってもね、よろしくお願いします。ね、では席替えたい、席替えをしていただいてですね。はい、でこれをちょっとすみませんね。これ下げますか、このままで大丈夫ですか。少し調整していただいて。こちらですね、曲名がここにもありますね、はい、こちらね、じゃあ、はい、雨の長岡エレジーっていう、雨の長岡エレジー、ちょうどね今日ね、はい、最近雨がしとしと降ってて、この原作者のクラッチさん、はい、作詞作曲のクラッチさんが長岡にお住まいで、はい、あ、長岡の方なんですね、はい、クラッチ様、はい、クラッチ様ご覧になってますかね、あ、どうだろう、あ、多分仕事中だと思う、仕事中ですね、クラッチ様のねこの素晴らしい作品を今からご披露いただくわけでございますけど、とてもちょっと色っぽい歌です本当ですか、長岡の温泉街にたどり着いた男女みたいな、そんな感じの素晴らしいですね、はい、ということでですね、はい、もうよろしくお願いします、準備の方はいいです、はい、はい、シュークリームさんの生演奏タイムで、はい、雨の長岡エレジーでございます、はい、しばしね、とろけるかな、とろけて、とろけるハーモニーをよろしくお願いいたします。隠した傷は
昔の名残よ、いろんな思いと一緒に引きずって、その横顔はとても素敵さ、恋が通り過ぎお前を綺麗にした。この店で朝まで二人、飲み明かそうを涙隠さず。雨降る夜は二人を抱いて、温め合うようにバーボンを開けよう。いろんな傷も過去も背負ったままだから、お前とあなたとは似た者同士。星空もない寂しい夜は、錆びたネオンが霞んで見える。ふるさとを捨てて、思い出捨てて、この街で出会う男と女、優しくしないでと泣いてたお前、抱きしめて涙拭いてね。雨降る街は二人を隠して、ひとつかさ身を寄せて歩く小道、いつものあの店、薄明かりがにじむ。今夜も雨の音聞きながら、雨降る夜は二人を抱いて、温め合うようにバーボンを開けよう。いろんな傷も過去も背負ったままだから、前とあなたとは似た者同士。緊張のあまり今集まってしまいます、ね、生演奏雨の長岡エレジー、はい、とろけましたね皆さんね、ご覧になった皆さんね、ありがとうございました、ね、素晴らしい、ありがとうございます。でこれがお店に行くと聞けたり聞けなかったり、そうですね、あのマスター の, あの調子が調子が指のね指ねありますからね、ありがとうございます、ありがとうございます。これっていつ頃から歌われてる、3年くらい前かな、もっと前、もうあの最初、うん、シュークリームを結成した時に、はい、この雨の長岡エレジーを他のライブ会場で聞いたお客さんが、はい、絶対これはシュークリームに合うっていうことで、うん、あの交渉してくれました、クノクラッチさんの。まだ初対面、お会いしたことなくて、はい、であのこのシュークリームに歌わせてもらえないかってことで譜面までいただいて、あのね、生音までいただいてね、はいはい、それからずっと大事に歌わせてもらってます。あのクラッチさんはクリっていうユニットを組んでまして、はい、ええ、うん、であのオリジナル曲もあのギターもとても上手な方で、うん、で相方の、リエさんという方とですね、とても素敵なあの演奏活動をしています、うん、なるほど。じゃあクリさんも今もう
あの現役で、そうですね、やってらっしゃる、はい、いろんなとこで活躍されてます、活躍されてらっしゃる、はい、じゃあぜひまた栗さんにもですね、はい、ぜひ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 ご縁をまた、ね、はい、おつなぎいただければと、はい、つなぎたいと思います、ありがとうございます。そして、少しずつですね、今3分の2ぐらい時間が経ってしまったので、いよいよ後半戦になるんですけど、ちょっともう一回まだコメントが入ってるんで、はい、あ、またあのタリスマンさんから来ましたね、おしっとりといい感じですね、あら酒が進むって書いてます。酒が進む、あ、多分そうです。チャドさんめっちゃ飲んでるんですね。そうお家で今飲んでるかもしれない。もしかしたらお店かどっか行ってます。そして RI さんも二人ともとっても素敵な声で素敵ですって書いてます。ありがとうございます。好きですって書いてますね。ファンができましたね。ありがとうございます。ね、よかったですね。素晴らしいですね。ありがとうございます。ね、で、そう。なんと11月にね、あの開店15周年ということでございますけども、はい、それに向けていろいろイベントがあって、はい、あ、この T シャツが今日は明日ね、うん、届く予定で、明日届く、残念もしじゃあ今度も、ね、もしよろしければあの T シャツ着てまた出てもらうと、あの15周年 の、 あの、うん、記念の T シャツを作りましたので、はい、ぜひあのもしよろしかったら、ね、この T シャツを、はい、ください、バレンシアオレ、あ、サンセットオレンジとインディゴブルーですね、はいはい、素敵ですね、何気にこれマスターの似顔絵、これもお客さん、あのプロの漫画家だった方が、ウニさんという、ウニさんのお会いしたことありますか、描いてくれた、ししあの似顔絵をあの使わせていただきました、今日今写真撮ってくださってるんですね、しんすけちゃんです、しんすけちゃんもあの似顔絵を描く方なんで、そんなか拝見しましたね、よろしければまたね、はい、あのしんすけちゃんにもね、あのよろしくお願いします、お店とかでね、また描いてもらうのもよろしいかと思いますので、ね、その時一緒にね、ご飯おば呼ばれに行きますか、ね、はい、ぜひぜひ行きましょうね、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、うん、そして、はい、あ、そうそうそう、これですね、これをまず言わないといけないですね、はい、これですね、大事なのは、はい、今度の来週の日曜日6月18日に、はい、ちょうど店の前がですね、大神田楽市といいまして、あの門前町の大きなあの楽市的なですね、あのフリーマーケット、クラフトマーケット、あとキッチンカーなども出まして、おそらく1万人以上の人出があるかと思うんですけれども、うん、あのその時に2会場であのストリートライブをやります。このちょっと小さいかもしれません、お写真がね、ここにちょっとありますけどもね、はい、ありがとうございます、はい、こんな感じで、ね、上下にもあると思うんですけど、はい、で30分枠で、23組のミュージシャンが出ますので、うん、23組、はい、ぜひあの来ていただけると嬉しいです。あのいろんなですね、魅力のある、あの先ほどのクレシェさんも、うん、タリスマンも、うん、あの出ますので、あの会場の近くにあのタイムテーブルがありますので、あのお目当てのですね、あと、うん、SNS でも発信してますので、うん、あのお目当ての方をあの、うん、聞きにですね、ぜひ来ていただけると嬉しいです。お願いします。はい、で、イベントが今度の日曜日に、はい、あります、日曜日ですね、はい、10時から16時までということでね、はい、保護者天国が、で保護者天国になっていまして、うん、9時から17時まで交通規制がありますので、あの車で来る方はですね、あの気をつけて、この富士宮の神田商店街付近を通られる方は、そうですね、ちょっとね、あの交通規制があるということで、はい、お気をつけくださいということですね、はい、そしてそれ以外にも企画がいろいろね、はい、あるということで、これですね、はい、花金、花金ママン、ママンではですね、音楽も楽しめる店ということで、毎週金曜日の夜7時から11時まで、あの花金ママンっていうのがありまして、これはあの2曲回し の、 あのオープンマイクです。あのぜひ遊びに来てください。で、あとレギュラーのですね、あの音楽イベントなんですけれども、ジャズの、カルテットジャズライブがですね、奇数月にあの2ヶ月に1回、あります。でいつもですね、あのボーカルの方1名ないし2名の方に来ていただいて、あの歌ってもらっています。もしあのご覧の皆様で、あの私も実はあのスタンダードを歌ってみたいという方がいたらですね、ぜひ生演奏で、あのプロのジャズマッドですので、あの一度歌ってみたらいかがでしょうか。お待ちしております。ありがとうございます。そしてこの下にあるのがデュオ、デュオ隊とソロ隊、はいはい、あとレギュラーでですね、あの2ヶ月ごとにデュオですね、デュオの縛りで、
4組、の、 デュオ祭という、ライブとあとソロ祭というのがありまして、うん、ソロ祭はひろえちゃんからちょっと、はい、ソロ祭は私がやらせてもらってるんですけれども、まだねライブに出たことがない人とか、まだ初めて楽器持ったって人がまず最初に初めの一歩にしてもらえるようなライブをしたくて、式をぐーんと私のレベルにぐーんと下げたライブをしています。あとユニットとかねグループでやってる方が、ね、キューピさんとか一人で立つみたいなそういうソロ祭をやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ一人で出てみて一人でね、プルプルしちゃうね、楽しみですね。そしてあと持ち込みライブ、あとそうですね、不定期でですね、はい、持ち込みライブで例えば今度タリスマンさんがですね7月の8日にタリスマンサルーン、2というのを、うん、ママンでやってくださいます。クレシェさんもね。でクレシェさんも、7月23日に、うん、ライブをですねやっていただく予定になってますので、うん、ぜひお越しください。はい、でそういったようなライブの情報等は全部この、はいね、はい、Facebook はママンさんで検索、はい、そして Instagram はひろえさんの、はい、ひろえ509、はいはい、こちらのね、はい、この映ってますか ね、QR コードね、QR コードもありますので、はい、まあ、インスタグラムでですね、ひろえさん、ローマ字でひろえさんと入れると、はい、多分509出てくると思います。それでまたぜひですね、登録していただいて、はい、ぜひママンさんに、はい、お運びいただきたいと思いますから、ね、というわけでですね、そろそろお時間が、はい、来てしまったんですけど、はい、なんか最後言い忘れちゃったこととかございますかね。緊張したね、すごいご縁に感謝です。ありがとうございました。ご縁に感謝でございま す、ね、というわけで本日はですね、富士宮四川源大社近くで焼きそばレストランママンさんを経営してながら、ダブルボーカルのとろけるハムに先ほどお聞かせいただきましたけども、魅力的なデュオ、ね、シュークリームさん、ね、ご出演いただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。またよろしければまた次回に、はい、ありがとうございます。出ていただければと思います。ということで、この後はですね、デブマキチャンプルね、リラクゼーションサロン、ね、リンパケアセラピストの、吉永さとみさんですね、本日いらっしゃってるということでですね、この後も楽しみに、ね、していただければと思います。はい、ということでありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来週、よろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。ありがとうございました。